ここっちこっちちうん10分遅刻だねダメだぞ女の子を先に待たせるなんてさいや女の子って柄じゃねえだろって失礼だな僕だって一応歴れっきとした女の子なんだからねまったくそんなデレカシーのない君には罰として今日のお昼ご飯、おごりの刑だから。 時間もったいないしさっそくこっかうわ日曜日なだけあって混んでるねうわっあの巨大ジェットコースター楽しそうあれ乗ろうよほら早く早くいや楽しいね 絶叫系アトラクション多いよねこの遊園地僕絶叫系好きだから来て良かったよんどうしたのえ吐きそう大変トイレどこだろう探さないと大丈夫我慢できるほら背中さすってあげるからしゃがんでゆっくり呼吸して 本当に大丈夫気分悪くないうんそっかさっきよりはだいぶ良くなったんだよかったごめんね僕、はしゃぎすぎて君のことちゃんと見てなかった本当にごめんなさい 気にしなくていいもう少しアトラクション回るペースを落としてもらえればってうんそうするありがとうしばらくはもうちょっと穏やかなアトラクションにするねうわーこのカレー美味しそういただきまーす 君はパスタなんだ昔から好きだよねそうイタリア人なんじゃないかってくらいおいしいから仕方ないってそうだよねおいしいものは何回でも食べたくなっちゃうよね僕もカレー大好きだしねえアイス頼もうよ君は何にする シンプルにチョコレートかじゃあ僕はシンプルにバニラにしようかなうんおいしい変わり種の味もいいけどやっぱりアイスはバニラだよねそっか <laughs> 君はチョコは譲れないかそうだ食べさせ合いっこしようよ 違う味を一度で二度楽しめるし明暗僕天才かもじゃあ僕からはいあーんそんなに恥ずかしがることないじゃないかほら周りもみんなやってるよやらないと逆に浮いちゃうよそれ今だふふん大成功 いきなり口にアイスを突っ込むな危ないだろうって大丈夫だよちゃんと加減したしそれにおいしかったからいいでしょほら次は君の番僕に食べさせてあんおいしいチョコアイスは甘みと苦みがうまく調和してておいしいよねあそうだ 次何乗ろうかなー、はあ。もう夕方だね。最後はやっぱり観覧車だね。乗ろうよ。きっと高いところからの夕焼け綺麗だよ。はあ。今日は楽しかったなー。 また来たいねあ見て見て夕日が綺麗だよえ今なんか言ったなんでもないってえー、聞かせてよ気になるじゃんかどうしたのそんな思いつめた顔してもしかしてまた気分が悪くなった 違うじゃあ何か悩みとか僕でよければ相談に乗るよ遠慮することないよ僕ら幼稚園の頃からずっと一緒だったじゃないか今さら隠し事なんて水臭いよえ好き君が… 僕をあえっとそのちょっと待ってこれって告白ってやつそっか君は僕のことを女の子として見てくれてたんだ <laughs> あれなんでだろう涙が止まんないやうん違う傷ついてなんかいないよ 多分嬉うれしすぎて涙が止まんないんだと思うハンカチありがとう後で洗って返すね返事はよく考えてからでいいからってうんうん今返事する僕も君のことが好き 今まで男友達みたいな感覚だったけど、君から告白されて分かったよ。僕は君に、僕のこと、女の子として見てもらいたかったんだ。幼なじみとして接していて、気は楽だったけど、やっぱり、女の子として見てもらえなかったのは寂しかったよ。大体、今日だってそんな素振り、 一度も見せてくれなかったじゃないかえっ意識すると恥ずかしいからついってもう全然分からなかったよ脈なしかと思ったじゃないかでもそっかえヘ僕ら両思いだったんだじゃあ今日から恋人同士だね うん、これからよろしく。